ディズニーシーで集団でダンスしている動画が炎上したことで、ある現象が起こっていること知っていますか？そこで今回はまずは何があったか簡単におさらいと、その後のある現象についてお伝えします。みんなも見たと思うけど、アクアスフィア前で集団でダンスした動画でしたね。かなり大人数のダンスで、本格的なダンス、これが迷惑行為なのではと、キックとトックで大騒ぎになりました。動画をアップした人は後日謝罪動画をアップしているのですが、この余波は思わぬところに今飛び始めてます。某フリマサイトを見てみると、このコーデかなと思われる出品が。昭和のつなぎです。色はピンクです。購入後一度ディズニーでハモの格好をするのに着用しました。目立った汚れなどはありませんが、一度着用したものなので神経質な方はご遠慮ください。テーマパークにて一度使用しました。つなぎ薄ピンク色です。購入してからディズニーで一度だけ着用しました。計2回選択しました。ハムのファンキャップとセットでの購入も可能です。調べただけでも、この2、3日で、急に出品されているものが多いのです。しかも、売れてないんです。ハムコーデが終了しちゃったんです。というように、最後の春休みを満喫しようとしていた人は、ハム集団と勘違いされないように、お気に入りのコーデを手放す現象が起きています。全く関係ないのに、ハムコーデはできない状況になってしまいました。そりゃそうですよね。炎上コーデをわざわざ。春休みのパークで着るのは違う意味で注目を浴びてしまいます。さらに、皆さん大変なことが起こっていることに気がついていましたか？実は、この春休みというか、今年に入り、もっと深刻なあの炎上、度胸試しの炎上、レンタルのモバイルバッテリーを度胸試しに使いハーバーに落下させたあの集団もなぜかハムコーデでした。今から1ヶ月前です。この1ヶ月で大炎上の2件ともがハムコーデ。これには流行に敏感な若い人たちもヤバいと感じたのではないでしょうか。これから先パークで着ることもないピンクのつなぎ、情報を知らない人に販売してるのかな。さらに調べてみると、大阪のユニバではカラフルなつなぎやピンクのつなぎは常識らしく、ティックとトックにはピンクのつなぎ集団見た人いるという動画だらけでした。つなぎ集団は10年前くらいからアイドルグループから本格的に流行り始めましたが、ハムコーデとして盛り上がってきたのは3年前くらいからでしょうか。ハムファンキャップは古くは2014年あたりから販売されていますので、さらにティックとトックを調べてみると、ユニバのグローブ前で流行中のダンス動画をアクアスフィア前で踊っている人が多いようです。そろそろ春休みは終わりますが、ゴールデンウィークや夏休みにユニバで流行った動画がさらにパークに浸透しそうです。賛否両論な動画の余波、皆さんはどう思いましたか？コメントくださいね。